週間天気痛予報をお伝えします。まずは天気痛とは何か確認していきましょう。こちら低気圧などで気圧が変化した時に内耳や自律神経が敏感に反応し、脳の血管が拡張したり組織にむくみが生じたりすることで天気痛と呼ばれる頭痛が発症します。週間の天気図確認していきましょう。こちら20日日曜日からの週間天気となるんですが、20日日曜日から21日月曜日にかけてですね、低気圧が急速に発達していく様子がわかります。このように気圧が急激に下がりますと低気圧天気痛頭痛ですねの心配も増えてきそうです。ここからは週間天気痛予報アイコンで確認していきましょう。23日水曜日まで札幌から那覇までの広いエリアで警戒または注意というところが多くなっています。皆さんですね、天気痛に注意してお過ごしください。アプリでも天気痛予報の情報を確認することができます。ぜひアプリからもご覧ください。